教えて三輪先生。三輪先生、三輪先生。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター、並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生をお迎えしてお話を伺います。三輪先生、よろしくお願いします。お願いします。10月に入りました、はい、あっという間でありますけれども、寒くなってね、そうですね。さて、そんな中ですね、リスナーの方からファックスをいただいておりますので、今回ファックスでいただきました。はい、早速今回はこのお悩みに答えていただきたいと思います。どんどん答えていきましょう。はい、ラジオネーム睡眠不足さんです。もう悩んでるって感じですね。悩んでますね、経営者さんですね。はい、はじめまして三輪先生、遠藤さん。私は中小企業経営者40代の男性です。若い。そうですね、はい。三輪先生のお話はソフトな語り口でとても分かりやすく聞きやすいです。ありがとうございます。ところで、女性の活躍が当たり前となっていますが、女性にもっと活躍してもらうにはどんなことが大切でしょうか。また上手にコミュニケーションを取るにはどんなことを心がけたら良いでしょうか。漠然とした質問ですが、三輪先生お願いいたします、というね、ファックスいただきました。ありがとうございます。はい、はい、ということですが、先生、まあ、私も女性なので一応、はい、ちょっと気になるところでありますが、思うところもありますので、はい、それも後で逆に質問し合いたいかもしれませんけども、はい、まずその大体、まあ、この経営者さんも男性ですよね。そうですね、働く職場男性社会であることがほぼですよ、はい。そんな中で男性の論理を押し付けるっていうのは従来ね、うん、当たり前にされてきて、女性は我慢するっていうね、今はもうそうじゃないですから、はいはいはい、そこの辺のために何が必要かっていうのをまず一つお話ししたいことがありますが、はい、やっぱり女性の価値観、これをですね、はい、男性にとってはですね、なんでとかですね、うん、そんなことこだわるのみたいなことを、はい、やはり繊細ですから考えているわけですね、はい、ですからそういったところに目を配る、配慮するということ、まあこの経営者さん、奥さんいらっしゃれば、家庭で心遣いをきっとしてると思うんですけども、そんな心遣いを改めて従業員の方々にできるかどうかっていうところが一つですね、なるほど、大きな突破口になるんだと思うんですね。で、新入社員が入りたいという職場という、そういう表面的なことでもですね、はい、制服が可愛くないからあの会社は嫌だとかですね、そういうことを言う子たちいっぱいいるんですね。でもそんなことって考えずに、それ男性にとってはですね、そんなことで決めてくれるなって思うんですけども、実際結構そういうところで会社を決めちゃうっていうのは、これ現実ですよね。ですからそういったこともちょっと改めて、まあ、いわゆる若い女の子たちが明るい楽しい職場であるっていう第一印象を持てるようにやっぱり組織を作っていく。それは表面的にはそういう制服があるんであれば制服でもそうですし、あとですね、持ち物とかもそうですね、なんかおっさんっぽいものばっかり並べてると、なんかつまんないとかね、感覚的にいろいろ判断しますから、はいはい、それをやはりちゃんと受け止めて、受け入れて、その子たちのやっぱり思いを少しでも実現するような、明るいっていうとちょっと一般的すぎますけども、組織作りっていうのをやっぱりやっていく必要があると思うんですね。女性の繊細な価値観をやっぱり自分の会社の組織の中で生かしていくっていうことがまず第一歩になると思います、確かに昔は私たちが合わせなきゃいけないっていうか、それが当たり前みたいになってて、言われたことをしたから、ね、はい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 、でも今職場もいろいろ選択肢があるわけだから、そうすると女性がどういうところへ行って活躍してるかというと、やっぱり
基本的に働きやすい職場ってことなんですよね、女性から見てね、うんうん、男性にとって女性の活躍推進って言いますけど、はい、これは男性用語ですね、うん、で無理やり来てやってもらうっていう発想ですけども、はい、そうじゃなくて女性が自ら生き生きと、うん、やりたいと思える職場、うん、はい、これまず雰囲気からだと思うんですね。雰囲気は大事ですね。はい、空気感なんかどんよりしてて嫌だとか、はい、そういう意味ではまず見た目、ですから制服もそうですけども、うん、会社の内装の色使いそんなことでもそうですよね。あとはやはり生活のリズムがありますから、はい、特にパートさんとか子育て中のママさんとかがある場合は、はい、その就業時間ですね、うん、時間に柔軟性を持ってるように、ちょっと子供が熱出したらちょっと帰っても大丈夫なような、そういうな配慮も非常に重要な要素になってきますよね。大切ですね、時間帯への配慮、きめ細かな心配り、で、あとですね、だん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 もっといろいろそういうのをクリアしてきますと、はい、女性間の摩擦圧力とかね、うん、そういうのも出てきますから、はい、そこのバランスはやっぱり経営者が上手に取らないと、私のところも実はあまりどこまで言えるかどうか気をつけながら喋りますけども、ギリギリまで5人の女性の相談員がいます、はい、そうしますと、はい、あの子はあんなこと言ったとかですね、いうちょっと小競り合いじゃないですけども出てきますので、はいはい、そこは結局代表者、私代表者ですから、バランスを取る調整をするっていうところも配慮必要になってきますね。確かに、テレビでも時々話題になりますけども、はい、これはマウンティングっていうんですけど、ね、はいはいはい、私の方が優れてるみたいな、はいはい、基本的に嫉妬の感情っていうのが強く、女性の方が強いんです。そうですね、おそらくね、それは同性間での男性って女性に異性に対する嫉妬っていうのは生まれますけども、同性に対してはそんな嫉妬心っていうのは女性ほど強くはないですね。そういったところまでやはり踏み込んでくる必要が実はあるんですが、まずもってですね、表向き表面的に明るい雰囲気をやっぱり作り出す色柄使い、それは制服内装もそうです。そしてやっぱり言葉遣い、一番は大事なのはやっぱりその経営者さんの態度ですよね。率先してやはり語り方もソフトに語るわけかけないといけないでしょうし、私がソフトな語り口って言っていただいてますけど、それ周りが女性が多いからなんですね。そうなんですか。家も娘だし、男の子はいないので、で職場に来ると5人もコーディネーターさん女性がいますから、女性の方がいらっしゃって、やっぱりそこへの配慮っていうのをね、やはりすると、私の場合は相談者さんも毎日大勢来られますけども、相談者さんに合わせて、はい、語り口って変えてるんですね。ああ、そうなんですか。今日の場合ですと江野さんがお話しされてたから、はいはい、女性に合わせてソフトな、そうです、そうです。そういうあの器用さが受け入れ側に求められますよね。本当ですね。で、女性もそれぞれ10人問いですから、はいはい、それぞれの思うところ、感じるところありますから、ある程度日常会話の中でそういった価値観の違いも配慮できるようになってくるってことはとても重要な要素ですね。仕事を正確にやってもらうっていうことは、やはりそれができる環境を作っていかないといけないですね。そうですね。そこが男性同士だったら当たり前であっても、それは女性ですから考え方が違うってこと前提に、はい、やはりその辺を環境整備っていうことはとっても重要な要素ですね。ですからある程度な、内部の人で女性もある程度の役職に上げて登用しながら、そういった人を1人でも2人でも相談相手にしながら、女性の価値観を社内ルールに浸透させていくっていうことは早いうちにやった方がいいですね。そうですね。男性がどうやっても考えてしまうと全てをやっぱりちょっと違和感があるっていうこととか、配慮が足りないとかね、いうことになってくるんだと思います、はいはい、そうですね。そういうルール決めの時もやはりあの女性の方がいらっしゃって、女性の方の意見を聞いていただいてっていうところですね。なんで
分かってくれないのっていうことを結構思ってると思います、どうですか、そうですね、ここはの女性が多いの で、あ、恵まれた社会ですね、そういう意味では女性ね、あの自由奔放に、あ、じゃあちょっと社長の方が肩の身が狭いかもしれませんけど、ね、そうかもしれません、随分だからご苦労されてると思います、そうですね、随分取り入れていただいて、やっぱり環境づくりにはすごく配慮していただいてますし、あと今先生がおっしゃっていただいたような時間帯ですか、どうしてもできない時間帯とかがそれぞれあるので、それを考慮していただいてシフト組んでいただいたりってことはありますね。そこだけはやっぱり一番大事なところですね、物理的に、ですけど我々でも女性の活躍推進って本当に言われてますけども、そういう時間管理のところはやっぱり一番、制服とかいうのは好みの問題なので、我々がどうしろこうしろってことは逆に女性の意見を取り入れてとかですね、制服があってもじゃあ金曜日はカジュアルフライデーとか言ってですね、自由に好きな着飾ってきていいとかですね、いろんなやっぱりフレキシビリティを持って男性の価値観だけを押し付けないということになるんだと思います、そうですね、女性に対しての配慮とか環境の配慮、あとイメージをしていただいて、価値観を押し付けられないようにいろいろとこう整備していただくということですよね、通訳の前の前提条件としての環境の整備をする必要があるということですね、その上手にコミュニケーションを取るというのもやっぱりそういった配慮から生まれてくるということですもんね、前提条件として理解してないといけないですね、価値観とかそれこそ家庭の環境、特にお子さんがどういう年齢の子によってその時間帯っても決まってくるし、中には障害を持ってる子供を持ってるお母さんとかもいますじゃないですか、時間の制約もあるけれどし精神的な疲労もありますから、そういう人に対する配慮がいるとかですね、それぞれやはりあまり踏み込むとって言ってもやはりそれは就業環境に関わってきますから、定の情報はやっぱりちゃんと理解して、それを労働力として見た場合には、やっぱり働きやすい職場の環境づくりっていうところの一言に尽きると思うんですね、そうですね、そういった整備された環境の下で女性がよりもっと活躍することができる土台ができると、いうことですね、ありがとうございます。睡眠不足さんがラジオネームが変わるように、ちょっとよく眠れるようになっていただけるでしょうか、よく眠れるようになっていただいた、そういったまたラジオネームが変わって、また新たなお悩みが来るかもしれませんけども、ぜひ三輪先生にズバッと答えていただきたいと思います。尽きないかもしれませんが、三輪先生どうもありがとうございました、ありがとうございました。このコーナーではこれから起業されたい方や商店の経営改善などさまざまなご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp hitsfm@hidanet.ne.jp おはがきは郵便番号506-0021高山市灘町5-95-10郵便番号506-0021高山市灘町5-95-10皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。教えて三輪先生、三輪先生このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター
並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生を迎えしてお話を伺います。三輪先生よろしくお願いします。お願いします。さて先週はラジオネーム睡眠不足さん、よく眠れない、私はよく眠れますけど私もよく眠れます、はい、先生なんか眠れますか夜、まあ、皆さんの相談を受けて、でもそれはちゃんと答えてますけども、はい、悩みにはならない。これも生活習慣かもしれませんね、10年ぐらいもやってますから、その家に深刻な相談いっぱい来ますよ、ですよね、そのなんかこう常に頭にあってとか、家に持っていかれるというか、家にはね持ち込まない、やりされてるんですか、それは基本的に思い起こすとどうかというとですね、やっぱりですね悩みを相談されるじゃないですか、そのまま受け止めて宿題をこっちが持って帰るんじゃなくて、その場で何かするべきことを宿題として与えるんですね。だから来たボールを投げ返す、投げ返してでまた来てもらう、へそうするとここにはとどまってないじゃないですか。なるべく基本的にそういう相談応対をしながらやるんですね。これは心理的なお医者さんでもカウンセラーさんとかやっぱりそうですって、深刻に受け止めてしまうと、やっぱりそれは辛くなっちゃうから、そうですよね、真剣にはお答えするけども、深刻には受け止めないっていうこの境界線ギリギリの対応、これプロなりプロフェッショナルですよね、そうなんですか、じゃあ夜眠れないとか、そういうことは特によく眠れますね、やっぱりすっきり目覚めていらっしゃるから、最近はねジムに通ってですね、やっぱり仕事終わりしか行けないですから、行って帰ったらもうあとはもうバタンと寝れる、毎日じゃないですけどね、そういう習慣もついてます。そうですか、セルフマネジメント、これ大事ですね。なるほどね、参考にしていただきたいと思います、皆さんも、はい、先生今週はまたどのようなお話を、この高山にやっぱりちなんで、非常に観光客さんも多い、多いですね、ここでやっぱり一番相談も多く寄せられるのは、なかなか物が売れないとかね、どうやってお客さん来てもらうかというところで、いわゆる相談者あるあるの3つの壁第3弾というところでね、人に物を売る際に突き当たる3つの壁、人に物を売る際に突き当たる3つの壁、これをじっくりと気になりますね、行きながら商売繁盛につなげていっていただければなと思います。結構やっぱり高山はそういった外からのお客さん、観光客の方を相手にされた、ご商売やってらっしゃる方多いですもんね。我々相談に来られる方も、もう3年もやっていますから、4年目ですね、いろいろな観光客の来て見て帰るお店とか、木彫りの何々を売ってるお店とか、家具屋さんとか、飲食店とか、もうたくさんいろんなお客さんそんな国、基本的に1点どうやって上手に売っていくかってことですよね。そういう意味ではなかなか売れないのは何に原因があるかということは、日頃からそれは夜寝る寝れないほど考えませんけれども、もう大体分かってるので、そういう話が多いので、その辺についてお話をできればなって思います。確かに物といってもやっぱり幅広いですもんね。食べ物から家具から、特にもう木彫りの置物とかもありますよね、伝統工芸としては、そうですね、あとは陶器もありますよね、そういったものもそうです、置いていくだけではなかなか売れませんよね。じゃあどうやって働きかけていけばいいのかっていうのが、まあもともとやらなきゃいけない。で例えば愛野さんがお店にパッと入った時に、いきなりがっつりですね、これいいものですよどうですかって言われたら、どう思いますか、ちょっと引くかもしれません、引きますよね、そう突然ですね、やっぱりどうしても売りたいって焦ると、そういう行動に出ちゃうわけです。もうお客さん来たらよし絶対逃がさないぞ、絶対今日一個も売れてない坊主だから何も売れてないで坊主って言うんですけどね、飲み屋さんだとお茶を引くって言うんですけど、そうなんですか、それは知りませんでした、そういうことで、どうしても売ってやろうって思っちゃうんですよ、売ろうと思うと、でも
っぱりことわざにも押してダメなら引いてるなって言うんですけど、押しちゃダメなんですね、もともと押してダメならじゃなくて押しちゃダメなの、そこもコツがあります。そもそもそういう意味では、人は売りつけられたくないと思うわけですよね。そうですね、やっぱ警戒心がまずね、ありますでしょ、でお店入ったらまずブラッと見たいわけじゃないですか、どんにがあるかなって、そういう段階から来ますよね。そうですね、それいきなり買えって言われても、って逃げてっちゃいますよね。そう、確かの洋服屋さんでも、来るでしょ店員さん、さっといらっしゃるとやっぱりって思います。そう、何をお探しですかって言う前に、もうそれもそうですけども、もうちょっと手に取ろうと思ったら、その瞬間にお似合いですって言うでしょ。そうだね、待てよ、過ごせるが苦手で勝手に決めるなよ、私が好きなものを買いたいと思うでしょ。そうなんですよ、そういう意味では売りつけられたくないっていうことも思いでありますし、やっぱり自由に気楽に選びたいと思うわけですよ。そういうふうにお客さん、自分がお客さんと思えば分かるんですけども、いざ売り子側に立ってしまうと必死になっちゃう。でもその心理も分かりますね。で、それはやっぱりお客さんの立場になって考えないといけませんよっていうところ、そういう意味では繰り返すと、お客さんの気持ちを理解するっていう意味で一番大事なのは、売りつけられたくはない、で自分の行動を見直すとがっつり売りつけようとしてる、これ反省しないといけないですよね。でやっぱりお客さんは自由に気楽に選びたいって思ってるわけですから、お客さんに選ばしてあげないといけない、手に取ろうとした瞬間にそれお願いですって、あの一つしかないんで、もう今じゃないと後ではもうなくなりますから、お取り置きしておきましょうかぐらいまで押し込んできますでしょ。そうです、でそこれはどうですか、あれどうですかみたいな感じで来たんですよね。それは逆効果、お客を逃がしちゃう、それをそういう妨げになることがいわゆる壁ってことですよね。あ、確かに。で実際に3つの壁にはどういうものがあるかっていう前に、じゃあお客さんが買おうって思うまでに、どういう心の動きがあるかっていうのをちょっとね、3つの壁の入る前、ですね、ちょっとお話をしたいと思いますけども、そもそもっていうのは、目的あれば元のお店行きますけども、まあ、高山なんか観光来た場合はブラブラと何があるかなぐらいじゃないですか、そうですね、このお店何売ってるのかなとか、ですからそもそもはそれを目的に生きてない限りは無意識であって無関心なわけで、知らない、例えば分かりやすい例で言うと、お友達が乗ってる車がポルシェだと、初めて説明聞いて分かる、そうすると突然街にポルシェが走ってるのが、急にたくさんポルシェって走ってるのねって、気がつくようになるでしょ。分かります、それ、それ無意識無関心の時は、実際には突然増えるわけじゃないですよ、実際に走っていても無意識無関心だから、頭に入ってこないわけです、そういう状況の中でいきなり買えって言われてもそれは無理な話ですね、無意識無関心を、それは突然車が走っていることが認知するっていうのは、これは注意を傾けるようになったってことなんです。そうですよね、無意識無関心のゼロレベルのステップから1段階上ると注意を傾けるようになります、注意を傾けるけれども、あ、いっぱい走ってるのねって言ってですね、会話の中でポルシェ乗ってるって聞いた段階、でいやどんな車かとか聞くようになると、あ、ちょっと乗ってみたいとか、乗ってみたい、まあ自分でドライバーする人は運転してみたい、なかなかそんなの乗れないからっていうふうにですよね、興味関心を持つっていうのが次のステップですね、そうやって徐々に徐々ですね、でもいきなり欲しいとは思わないでしょ、そうですね、まだね、確かにそうですね、まだまだなんです、まだ売っちゃダメ、売り込んじゃダメなんです、物を見に来る人にもそういうレベルがあるわけです、無意識無関心から注意を固める、そして興味を持つってことですね、でも興味を持ってもじゃあそれって実際に乗ったらどんな感じとか、まあ、実際乗せてみればもらえば分かりますけども、話を聞いたりして徐々に徐々に乗ってる時のイメージをしたり、自分の車と何が違うのかっていうことを
考えたり、はいはい、頭の中でまだね、そうですね、イメージしますね、知りながら考えるレベルですよね、はい、でだん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 と、あ、自分の車よりちょっと魅力的、値段の問題はさておきね、あ、かっこいいとか、はい、ちょっと速い車で見さびらかしたいとか思って、はいはい、だんだんとようやくそこで、あ、ちょっと欲しいかもって思うわけですよ、かもまだね、はい、そこでいきなり欲しいっていうのは、いわゆる衝動買いってやつね、衝動買いっていうのは突然やっぱり、あ、やっぱり間違ってたって思うように、突然その段階でバッて売りつけちゃうと、はい、やっぱりいりませんって来ちゃうわけですよ、返品が来る、はいはい、だからまだその段階で売っちゃダメなんですよね、無意識無関心、注意を傾ける、興味を持つ、で認識連想するまでですね、はい、で欲しくなる、はい、欲しくなるけども、はい、買う側もやっぱり賢いじゃないですか、そうですね、長年いろんな経験して、うん、なんか宣伝し見て買ったからけどとか、うん、行列並んで見たけども、うん、痛い思いしてますので、ね、そうね、思ったほどではないっていうことを勉強してるんで、はいはい、そういう意味ではちゃんとちょっと待ってよ、比較しようとか、うん、ちゃんと考えよう、はい、今時だとインターネット便利だから値段これでいいかしらとか、調べますね、中身なんだろうか、はい、そういう段階があるわけですね、はい、まだだから買おうって決断しないわけですよ、うん、そうやって徐々に徐々にですね、ステップがあって、まだそれでも、あ、なんとなく物は分かったと、でも本当に買っていいのかしらとか、買ったら旦那さんに怒られないかしらとか、うん、損しちゃないかしらとか、うん、いろいろやっぱり疑念が湧くわけです、自分の欲しいという気持ちに揺らぎが来るわけですね、うん、じゃあそこでなんか一押しがあるといいんですけど、はい、買え買えっていうのはダメなんですよ ね、 ね、信用を得ないといけない、はい、信用、あ、買っていいんだっていう、いわゆる自分に許しを出さないといけない、うん、だからそういう意味では比較検討の後にはやっぱりその商品とか、あとは売ってるお店を信用してもらうっていう必要がありますよ ね、うん、そうですね、がっつり来られると引いちゃうわけです、はい、だからそれよりはゆったり構えて、うん、逆に言うとお客さんと会話をするとか、うん、何しに来たのって、だから日常会話から自然に入っていく人っていうのは上手の売り子さんなんですよね、はい、それは警戒を解くっていうわけですよね、はい、で信用してもらったら、いよいよそこでこれはちょうどお似合いですよって、うん、最後にやっとですね、で8つぐらいステップがあるわけですよ、いきなり入ってきて売っちゃうとまだ無意識無関心だから、え、何って驚かれるわけです、確かにそうですね、順番に順番段階を得て決断に至ると、これで8つステップがあります、無意識無関心、注意を傾ける、興味を持つ、認識連想する、はい、欲望が湧く、比較検討する、で信用する、はい、でようやく決断する、でも買った後もちゃんといわゆる売る側からは配慮しないと、その人がまた買いたいと思うか、もういらないと思うか、いわゆる反応するっていうのがあるんです、購買心理って言いますけども、買いたくなる気持ちをね、はい、買いたくなる気持ちはそういう意味では9つのステップを踏んでいくわけです、はい、で、まあ、決断するまでには8つだった後に9つ目がある、それをちゃんと配慮して物を売る仕組みを作るっていうことが前提になるわけですね、なるほどです、はい、実際に買う側として、はい、考えれば、そうよくわかります、ね、はい、いきなりだとね引きますけど、やっぱり、あ、ここ信頼できるなと思うと、じゃあ買ってみようかな、はい、行動に出るような気がしますね、そうそうそう、まず物の前に売る人のことをね、はいはいはい、この人に売ってること本当かしらというふうに思いますよね、ですから売りつけられたくないと思うし、はい、自由に気楽に選びたいし、損したくないって思うし、やっぱり誰か、例えばだから有名人が来てるっていうと、それは一つ誰かが実際に来てる、じゃあ私も来てる、あ、そうですね、こういう安心感に、はい、気持ちの動きもあるわけです、上手にそういうことをやっぱり取り入れていかなきゃいけないっていうのがまず大前提、わかりました、はいはい、ではその大前提が今分かったところで、次回は、はいはい、この一つ一つ紐解いていきます、はい、一
人に物を売る際に付き合ってる3つの壁、はい、1つ目から順を追ってじっくりとご説明していきたいと思います。はい、では皆さんお楽しみに。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーではこれから起業されたい方や商店の経営改善など様々なご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは0577-37-0765 0577-37-0765。 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp hitsfm@hidanet.ne.jp。 おはがきは郵便番号 506-0021 高山市灘町5-95-10、郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10。 皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。教えて三輪先生。三輪先生。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生を迎えしてお話を伺います。三輪先生よろしくお願いします。お願いします。さて前回お話をいただきました人に物を売る際に突き当たる3つの壁ということで、そもそもの前提条件として、買う気持ちになるまでの心のステップ、はい、9つありますよ、決断するまでは8つ、でその反応するっていうのも入れるとやっぱり買う人に対する配慮は9つのステップで、購買心理の9ステップ、これを配慮しないといけませんという話まではしてきました。はい、確かにそう考えると自分がお店に入って物を、これ買おうって思うまでにそのステップを踏んでいろいろ心が葛藤するわけですよね。心が葛藤しながら手に取ってレジに進んでいるということですもんね。ですからそこをちゃんと売る側が配慮すれば、はい、いわゆる抵抗なくすっと自然な形で欲しいって思わせれるんですね。売らなきゃいけないからいいもんですよって、もう今しかありませんなんてやった日には逆効果ですね。逆効果なんですね。売りたいと思ったら欲しいと思わせるってことですね。これ大事な要素ですよね。じゃあ行ってレジに進んでるには、やっぱりそのお店の方のそういったものがあって自分だけで決めてるわけじゃないってことですもんね。それがカリスマバイヤーはそういうのができてるわけですね。自然とできてる人もいるし、ちゃんと教育が行き届いてる会社の場合はちゃんとそういうことを教えてるんですね。で実はショップの店員さんなんかは販売士試験とかをね受けたりするんですね。それは売り子さんからすると受けさせられてるんですけども、勉強の内容はそういうことなんですよ。もちろん挨拶の仕方とかも、それは表面的なことね、買いたくなるまでの購買心理とか、実は販売士っていう試験がありますけど、私は先生やってきたことあるんですけど、そうなんですか。それでは習うんですね。だからそういう意味ではカリスマバイヤーさんっていうのは結構そういうのね、実は心得てる。言葉に出しては言わないですけども、お客さんとの会話の中で上手に導いて、素晴らしい。そういう人にとっては今からお伝えする人に物を売る際に突き当たる3つの壁は突き当たらないようにスーッと
と進んでるってことです。でも普通のそういうことを心得てない店員さんにとっては、どん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 壁がある壁が3つも壁がある。へえ、はい、そうなんですね。ではまず今日は一つ目ですね。もうそもそもですね、お店入りますよね、はい、どんなものかってそもそも分かってないわけですね。分からず入りますね。でもうこのお店どういうお店かも分からないでしょ、うん、で売り子さんもこの人誰だかって分からないわけですよ、はい、そういう意味で何も分からないから、うん、先ほども警戒って言われましたけども、警戒と抵抗の壁があるわけです、うんうん、はい、だから壁の向こうにいる人に対して、売り込もうとしてどんどん押し込もうとすると壁がどんどん厚くなり、壁がどんどん高くなるわけですよね。そうですね。だから本当にそこで分かると思います。逆効果、うん、警戒の壁が余計に、警戒します。ですでしょ、はい、で抵抗の壁が、どうですかどうですかって言われると、いいですいいですって。だから逆効果ってよく分かるでしょ、警戒の壁と抵抗の壁が同時にやってくるのが一つ目の壁なんですね。それは逆に言うと売る側からすると必死になって売り込んでしまうが上に起こる、売る側に責任があるってことです。お客さんがそういう壁を持つのはこれは買う側の気持ちだから、自分がお客さんだったら当たり前ですよね、はい、売る側になると必死になっちゃうから出ちゃう、はい、だから売る側が配慮しなきゃいけない、売る側にとっての壁なんですね。これをちゃんと取り除いていかないといけない、はい、だからお客さんを見てもまずは様子を見ながら、日常の会話をしながらとか、一つ手に取っても売り込まないってことですね。売り込みたくてしょうがないわけですよね。そうでしょうね。だから一方的な売り込みはしないってことは真逆をやってしまいますよね。発想は逆転しないといけないけども、そういうふうに今どういう気持ちで本物を見てるかということをうまく聞き出すような会話をするとか、そういうやっぱりそういうのをさりげない会話の中から引き出していくってことですよね。確かに物を手に取って、いきなりその商品の説明をわっと来られるとされることがあるんですけど、そうすると、いやいやいやって、そうじゃないそうじゃないそうじゃないって思いますね。だからそういう意味では言うんじゃなくて聞くっていうことなんですよ。どういうものを探してるかとか、どんなことを今日は一日するつもりなのかとか、日頃どういうこと、どういうお洋服屋さんだったら日頃はどういうのを選ぶのかとか、いわゆる好みとか、興味関心とかを上手に引き出しながら聞くとですね、答えるでしょ、そうすると逆になんか聞きたくなるんですよ、そうですね、そういうやっぱりそこも心理学的な話になってくるんですけども、満杯のコップっていくら水入れようと思っても入らないですね、一回よそぐとそこにコップ入るじゃないですか、やっぱりそういう風に満杯のコップって思ってですね、お客さん入ってきた、そこからそれは何か欲しいとか何か考えてるわけだから、それをまず聞いてあげるってことですね、いわゆる汲み取ってあげるってことですね。聞くことで空にする、それでそこに満たしていく、だから先に注いじゃダメってことですね、まずは汲み取るってことですね、それができるかどうかが第一の壁、警戒と抵抗の壁を取り除くための要点ですね。無意識無関心の人でなんかちょっと注意を傾けて、どういいかなって思うまでの、この3つのステップ、9つのステップのうちに初めの3つですね、無意識無関心、注意を傾ける、興味を持つっていうところに存在するのが警戒と抵抗の壁です。なるほど、どんなものかもわからないし、どんなお店かもわからないし、
どんな店員さんかもわからない中で、そうですね、確かに初めてのお店でいきなりこれ似合いますよって言われても、何でわかんのっていう、売りたいからでしょって そうなんです、見破っちゃうでしょ、はい、ちょっと値段とかみたいな、高いの持ってきたなとか、そうなんかそういう風にこの人困ってるなとかね、そう、ノルマ厳しいんでしょみたいな、そうなんですよ、勘ぐっちゃうでしょ、そう思います、勘ぐります、もう欲しいと思わないですよね、思わないですね、ついついやってしまう、だから壁なんです、確かにそう思いますと、私も買おうかなと思うときは自分から店員さんに、じゃあどうですかとか、これどう思いますかって聞きますね、ちょっと試着していいですか、そうですね、はいはい、そこへやっぱり持っていく自然の流れを作らないといけない、そもそも警戒と抵抗の壁は一番大きく立ちはだかってますから、これを超えないことには次のステップいかないから、絶対買わないってことです、もうそこ乗り越えないと、もう二度と来ないかもしれない、 そうですね、その壁のままお客さん帰っちゃって、はい、だからとっても大事なのは警戒と抵抗の壁を取り除く、これは売りたい気持ちをそっと我慢する、ぐっと我慢するとどっかでバッて出ちゃう、そっと我慢する、溢れ出ちゃう、そう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 、ついつい出ちゃう、それが注意点ですけど、なるほど、じゃあ最初はそのお客様の持ってらっしゃるコップを空にするということなんですね、だから聞き出す、汲み取るってことですね、気持ちや思いを、結局それがそうすることで、あ、どういう状況にあるのか、先ほどお話した9つのね、信仰倍心理の9つのステップの中のどういう状況にあるのかという、だから察知しないといけないわけです、もうこの間よそで買ったのが気に入らなくて、古着屋さんに売っちゃって、違うもの買おうと思ってたら、もうある程度は警戒とか抵抗じゃなくて比較検討するっていうところまで来てるわけでしょ、そうですね、それだと早いんです、だからどこの段階にいるのかっていうのを察知しないといけないですね、それ聞き出すしかないですよね、そうですね、だから会話をする、まあ、その前には入って入店してからの所作、動きや手の動きとか目の動きとか表情はやっぱり汲み取らないといけないし、もういきなり売っちゃダメってことですね、売りたいけど売れない、でもそれが売るコツだっていうですね、難しい、営業って難しいです、ね、難しいですね、苦手っていう人は結局はそういうことなんですよ、そういう人の心の機微を汲み取れない人はやっぱ営業が苦手って言います、それコミュニケーションスキルが高くて、気持ちを汲み取ることが得意な人っていうのは営業っていうのは全然苦手じゃないです、で逆に営業楽しいってみんな言うわけです、売り上げ上がってボーナスももらえるし、こんな楽しいことはないっていう人がいる、逆にやっぱりコミュニケーションスキルがなかなか苦手意識があると思うんですけども、なかなかそこが相手への配慮ができない、これは警戒との抵抗の壁、自分の中にもあるってことですね、その営業が苦手って方いらっしゃいますね、確かに、それはやっぱり心理学を学ぶっていうか、やっぱり購買心理、もう直接言うと営業の場合はこの購買心理のステップっていうのを学べば一つスッとね、うまくいくようになります、結構僕は営業研修をやるときはちょっとこの話がね、何時間もやりますよ、あ、そうなんですね、それでその商品の知識が足りないとか、そういうことではなくてですね、商品の知識ばっかり入れちゃうと、そういうことですよね、ガンガンもうマシンガントークで売り込んじゃうでしょ、はい、それはね、もうそもそもお客さんも大体商品なんて今インターネット見れば出てくるじゃないですか、出てきます、それよりはやっぱりそれこそそういう情報を持ってる可能性が高いので、それよりはどうしたいとかどうなりたいとかいうことを聞いてあげるということが大事だということですね、はい、なるほどです、はい、人に物を売る際に突き当たる3つの壁、はい、今日は1つ目警戒と抵抗の壁、はい、はい、お話しいただきました、3つシリーズでまだ続きますよ、続きますね、次はどんな壁があるんでしょうか、はい、お楽しみにしていていただきたいと思います、はい、宮先生どうもありがとうございました、ありがとうございました、このコーナーではこれから起業されたい方や商店の経営改善などさまざまなご質問も受け付けております。
三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765、 0577-37-0765。 メールはhitsfm@hidanet.ne.jp、 hitsfm@hidanet.ne.jp。 おはがきは郵便番号 506-0021、 高山市灘町 5-95-10、 郵便番号 506-0021、 高山市灘町5-95-10。皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。教えて三輪先生。三輪先生。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生をお迎えしてお話を伺います。先生よろしくお願いします。お願いします。人に物を売る際に突き当たる3つの壁をお話ししていただいておりまして、まず1つ目が警戒と抵抗の壁でした。そうですね、なかなか暑いです。暑かったですね、特にこの一つ目の壁ってやっぱ私たちもあるあるっていう感じでね、よく分かりやすかったですね。いきなりがっつり何が欲しいんですか、これありますよみたいな、一つしかありませんって。そう、来店あるあるですね。来店あるあるでしたね。そして二つ目が関心と欲求の壁。いろいろ心が迷うわけで、迷ってそこにいきなり押し売りしても、ちょっと待ってよっていうふうに疑念が湧くですよね。そうで、お話ししていただいたように、これいいですよっていうのはやっぱり私にとってそういいかどうか、買う人にとっていいかどうかなので、そこがそう、売り子がいいですよってことは、そうなんですよ、あ、これノルマ早く達成するんだなとか見えちゃいますよね。まず値段見ます、高いぞこれ、高いぞって、売れ残りとか、ね、思うでしょ、はい、そうは当たり前に思っちゃうわけで、見透かされるわけだから、そんなことはやっちゃダメってことですよ ね、 ですね。結局関心を確信にするために、欲求を決断にするためにある壁だから、それをやっぱり売る側の都合では超えられないってことですよね。お客さんの思い考えを上手に引き出して、そこに乗せていくってことですよね。そうしないとこの壁は超えられない。何してもがっつり営業しちゃダメだってことですよね。ってことなんですね。そう、昔だとですね、売って売って売りまくろうってやったですね、これはいろんなものがなくて、いわゆる経済も右肩に上がっている時、物が足りない時代はガンガン売れば必要としてたから、だけど今の時代は情報もいっぱいあるし、比較も簡単にできるし、そうですね、そうするとやっぱり欲しいものが買いたい、それは千差万別になってる、その時に同じものをガンガン売ろうとしても、昔のスタイルは通用しないってことですね、そういう意味でより一層この購買心理っていうのはちゃんと理解しないといけないし、従来だといわゆるなんてマスメディアっていうのは大きいパイでって、このラジオでもいろんな不特定多数の人に言って、今は不特定多数ではなかなか売れないんです。競争も激しいし、お客さんの思考もバラバラ、十人十色でバラ、上手にはめていかないといけないってことですよね。確かに物が溢れすぎてて、自分自身が何を買いたいのかなって分からなくなる、なる時もありますもんね。もう情報いっぱいあるから、宣伝もバンバン来るし、そんな中で、その迷いを一緒に考えていくとか、そういうところが役割として求められるのに、自分が売らなきゃいけないものを
売っちゃダメですよね。よくわかるでしょ。こういうよくわかりますね、はい、そういう意味では今までの関心と欲求の壁、これを確信に、欲求を決断にするためにはどんな壁があるかっていうのが今回なんですけれども、はい、3つ目の壁、ま、そうですね、商品がいいかどうかは相手が決めることですよね、うん、でもう一つ、その前にやっぱり最後の7番目8番目9番目の購買心理は、はい、信用する、決断する、反応するです、はい、だから信用してもらわないといけないんですよね、うん、商品がいいかどうかは比較検討する中で、ある程度分かってきたよ、はい、でもこの人言ってることを、売り子さんに対してね、この人言ってることを信用できるかしらとか、はい、このお店ちゃんと知ってるかしらとかっていうのはやっぱりクレームがあったりとか、返品したいとかいうこともあるかもしれないからね、そういう意味でお店の信用とか、売り手のバイヤーさんっていうか売る人の信用、はい、これをちゃんと獲得しないとね、だから売る人の身なりとか言葉遣いとか、そうですね、そういうのってだからやっぱり非常に大事、あ、物さえ良ければいいってことですね。そうですね、それ気になります。うん、ブランドショップの人がボロボロの服着てたら売れないですよね、それはやっぱりそれ相応の身なり、身だしなみ、接客応対のスキル、はい、これ大事ですよね、はい、そういう意味で信頼してもらわないといけない。お客さんからするとやっぱり信頼できる人から買いたいって、うん、思います、うん、お金を渡すだけだ、はい、物はもらうけども偽物かもしれないっていう、うん、やっぱりそうですね、あるわけ、不安はありますね。なんか買って帰って、うん、旦那さん奥さんになんでそんなもの買ったの、返してらっしゃいって言われるかもしれないそうですね、そう、はい、そうやっぱり信用できる人じゃないと買えない、はい、そういう意味では誠実な態度で安心してもらわないといけないですよね、そういった要素がないといけない。うん、信用するっていうのはその商品はもちろんですけど、その人、売る人、売るお店、お店っていうことです ね、だからそういうのを事前に情報発信する上ではホームページって最近だと大事なんですよね、で親しみやすい人とかいうことを発信するには、うん、SNS とか使って日頃から情報を発信しておくということは大事ですね、はい、ラジオとかテレビで CM 打つっていうのはそういうことなんですよ。やっぱりお客さんに知ってもらう、安心してもらう、そうですね、聞いたことあるとか見たことあるとか、でそれでその時のトーンとかマナーで、あ、面白い会社なのか真面目な会社なのかいろいろあるじゃないですか、だから社長が出て喋ったり、いろいろありますよね、はい、それ信用するってことですね、はい、通販番組の有名な社長はやっぱり、あの顔出しで特徴的な声で喋り続けるから、興味関心を持ってもらうし、持ちますね、欲しいと思わせるし、信用はもずっと出続けることによって信用されるってことです。だからバカ売れするんですね。そういう心理のステップをちゃんと踏んでるんですね。普通にやってる中でもね、なんかただ出たいとかじゃなくて、自分が出たいからじゃなくて、なくてそういうことちゃんと踏まえてるんですね。ラジオ通販から始まってテレビの番組買ってやってるんですね、今はね、すごいですもんね、どんどん、はい、それはきちんと踏まえてるってことですね、計算された、だから欲しいと思わされてるって部分は実はあって、そこまでやっぱり仕掛けていけば売れていくんです。通販番組っていうのは結構そういう仕掛けをきっちりと、家電通販売ってるところもあるし、宝石売ってるところもそうですよね、特徴的なトークっていう場合もあるし、時間とタイマーで煽るっていうのもですね、あと残りわずかです、あ、そうですね、たくさんお電話いただいてます、これも比較検討をぼーっとしてると、もうなくなっちゃうわよみたいな、ちょっと脅迫観念を感じてますけども、実はあの手法は信用するっていう意味ではちょっと残念だ、だからクレームが、強烈なクレームが来たりするわけです、かもしれないですね、ただまあ売るための仕掛けだったりはするんですね、そういう意味で信頼した人から買いたいってことと、有名人が来てればいいってこともありますけども、やっぱ買った自分は買ったことが良かったことなんだっていうふうに認められたり、来た服で
服が綺麗じゃなくて自分が褒められたい、うんうん、そうです ね確かにそうです。服褒められても、はい、私を言っちゃったんでしょ、はい、それって確実に真理ですよ ね、はい、そうですね。洋服のことばっかり褒めないでって思うじゃないですか、はい、思います。そういう意味で人は購買心理の中で認められたいとか、うん、褒められたいっていうのがあるわけです。そういったところをちゃんとフォローできるかどうかっていうのは大事、だから有名人が来てるっていうのはそれ一番早いわけですけどね。わかりやすいですね。そうすると信用する、決断する、反応するっていうところへ行って、はい、いい評判でまたリピーターになってもらうとか、口コミでお客さんにも勧めてもらう、それを無理やり売り込むと、あの店ってねってガチでいきなり来んのよって、もう悪い評判になっちゃうでしょ。なりますね。だからこの抵抗の壁をいくつ一つずつ、警戒と抵抗の壁、関心と欲求の壁と徐々に取り払っていかないといけないし、うん、そういう意味での最後の壁っていうのは信頼と決断の壁っていうことなんですね。確かに決断して買うまでしても、その後反応するという部分でちゃんとフォローするってこと。そうですよね。もしも何かサイズとか合わなかったらいつでも来てくださいねって、無料でのナースしますよとか、はいはいはい、安心感、それ安心感、そうですね、それは決断する後の反応を後押しして、はい、で信用を獲得するとともにいい評価を得るための安心を売ってるってことですね。そのばっかり売っちゃダメなんですね。信頼とか安心とかを売らないといけないわけですね。それが物を売らなきゃいけないっていうところにガーッといっちゃって、特に苦手な意識があると相手のこと考えずに売らなきゃ売らなきゃ売らないと今日ミーティングで怒られるとか絞られるとか、そうすると、追い込んじゃうと、はい、どん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 自分で壁を作っちゃうんですよね、はい、やっぱりそれ伝わりますもんね。そうでしょ、私たちに。ちょっとこの子やばくないって、はい、全然信用できないわけです、そうですね。そう、もう決断に至らなくて逆に関心が薄れちゃうわけですよね。欲しいと思って来たけども、そうですね、薄れますね。この店やばいからやめとこうってなるわけじゃないですか。非常に重要な要素です、信頼と決断の壁、最後に立ちはだかる。もうこれで売れると思っても信用してもらえないといけない、だから焦ってガチな売り込みは最後の最後までしちゃダメ、ね、でまたこの地域性でそのリピーターっていうのは大事じゃないですか。口コミとかすぐ広がるんですよ。そうですよね、はい、だから大事な要素ですよね。こういうことをやはりきっちりと踏まえれば、はい、どのお店も商売繁盛します、うん、ただ高山の場合は日本人ばかりじゃないので、それぞれいろいろな思考を持っているので、はい、やっぱり一番評価が高いところは、うん、飲食店さんでもやっぱりそれぞれの、例えばベジタリアンとか、インドネシア人とか、マレーシア人とかイスラム教徒の人たちは食べれないものがあったりとか、宗教上のものそういうところにちゃんと合わせる、はい、でちゃんとそういうものは使ってませんよって伝える、うん、だからやっぱり信用ですね。美味しいかどうかじゃないところで決まってくるじゃないですか、それって。そうですね、そこでも分かるように、やっぱりそういう信用をしてもらうってことは非常に重要な要素なんですね。だから信頼と決断の壁がない、ちゃんと取り逃しておかないと商品に至らないし、良い口コミ反応に至らないですよっていうことですね。はい、はい、いやよくわかりました。何気なくこう買ってますけど、その工程にはたくさんの、はい、いろいろな心理作戦もあり、そうなんです、はい、それを分かっていれば、実はゲーム感覚でお客さんとのキャッチボールができるんです、はい、最後の方はですから本当に信じていいのかなって疑問が湧くわけですよね、はい、心が揺れるわけです、あとは買ったけどちゃんと約束通りに直してくれたりするのかなとか、そういうイスラム教徒の人は食べれないもの本当に入ってないのかとか、騙されてないとか思うわけですよ、そういう意味で信頼と決断の壁は最も重要な要素ですね。物を売ったりするのってやっぱり大変なんだなってことはよく分かりましたけども、でもなんかお話伺ってて楽しい、楽しそうだなっていう、ちょっとそんな印象が全部合わせると1時間ぐらいのお話の中で、それを踏まえると
結構スッていくもんなんです、ね、知ってるか知らないかなんですですよね。これは前にお伝えした知識の壁ですね。あ、そうですね、大きいですね。これで知識の壁が乗り越えられるんで、はい、あとは苦手とか言ってる意識の壁を超えていただければ、うん、結構売ることは楽しくなってきます。はい、いやちょっと楽しそうだなと思って伺いました。まあ、それは知っている上で、そうです、そう思えるってことですもんね。はい、今月は人に物を売る際に付き合ってる3つの壁ということでお伝えしてきました。はい、いやとてもためになりました。皆さんの、ね、商売繁盛につなげていただきたいと思います。そうですね、ぜひお役立ていただきたいと思います。今週も三輪先生ありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーではこれから起業されたい方や商店の経営改善など様々なご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp hitsfm@hidanet.ne.jp おはがきは郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10 郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10 皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。